こんにちは、S&D です。今日は3メートル四方でできて、バレーの能力も上がってアップにもなるボールを使った練習を紹介していきます。この練習は2人1組で行います。用意してほしいものはボール2個と、このような小さいボールがあれば小さいボール2つ、なければタオルを丸めたものでも大丈夫です。一つ目の練習は、一人は開脚で座っていきます。一人はその人の後ろに立って、ここからボールを落とします。それを座っている人がキャッチする練習です。ポイントは、座っている人は上を見ちゃうといつ落ちてくるか分かるので、まっすぐ前を見て、手はレシーブを構えるような位置に置くことです。ではやっていきます。次は長座で座って、ボールを投げる人は少し離れた位置にいて、そこからこの座っている人の左右どちらかにボールを転がしていきます。それを座っている人が止めます。ではやっていきます。次の練習はボールを2つ使って行います。行う人はレシーブの姿勢で構えておいて、ボールを出す人は後ろに構えておきます。ボールを2つ同じ高さに置いて、どちらかのボールを落とします。それをキャッチする練習です。ではやっていきます。次はボールを転がして、これをジャンプをして飛び越えます。飛び越えたらすぐボールをキャッチして、ボールを取って投げ手に返していきます。ボールを飛び越えたら、転がったボールは3メートルの範囲を超えない位置でなるべく取るようにしていきましょう。ではやっていきます。次は3メートル四方の中にボールを転がして、それを取って返していきます。ではやっていきます。ボールを2つ使って行っていきます。ナイス、はい、次は小さいボールもしくは丸めたタオルを使って行います。これを3メートル四方の中に投げていくので、それをキャッチして相手に返していきます。では行っていきます。ナイスアイ。慣れてきたら2つ使って行っていきます。2個の場合、取ったらその人のところに返しに行きましょう。
しの場所があれば体育館でも家でもできますし、ボール感や俊敏性なども鍛えられる練習なので、ぜひ普段のアップに取り入れてみてください。こんにちは、 S&D です。今日は一人でできるボールコントロール力アップの練習を行っていきます。バレーボールはボールを自由自在にコントロールする技術がとても重要なので、今から行う練習を練習前などにぜひ行ってみてください。まずは片手でドリブルを行っていきます。足は肩幅より少し広く開いていきましょう。次は左手で行っていきます。次は右手と左手交互にボールをついていきます。次は両手で下にボールをついていきます。ポイントはオーバーパスの手の形、親指と人差し指で三角形を作ってボールを弾いていきましょう。次はボールが下に落ちないように手を入れ替えながらボールをキャッチしていきます。できる人は早く手を入れ替えていきましょう。次はボールを上に投げて背面キャッチをし、背面から前にボールを投げてそれをキャッチしていきます。はじめはボールの高さはあまり高く上げなくて OK です。慣れてきたら高くボールを上げてそれをキャッチしていきましょう。次は太ももの下あたりからボールをくぐらせて、投げた手と逆の手でボールをキャッチしていきます。それを左右交互に行っていきましょう。次は足の間からボールをワンバウンドさせて後ろを向いてキャッチをしていきます。角度が悪いと体に当たってしまうので、あまり強くバウンドさせないようにしていきましょう。次はボールを床に強く叩きつけて、ボールの下を何回くぐれるかを行っていきましょう。次は太ももと足でリフティングを行っていきます。なるべく太もも足の両方を使って行っていきましょう。次はボールを両足で挟んでボールを浮かしてキャッチをしていきます。次は両足でボールを挟んで背面でボールをキャッチしていきます。次はうつ伏せの状態からボールを床にバウンドさせて、ボールが床につく前にキャッチをしていきます。できれば一度立ち上がってからキャッチができるのが理想です。次は両手を組んで体の前に輪っかを作り、ボールの落下地点を予想して体や足にボールが当たらないように腕の間にボールを通します。これはスパイクの時にボールを前で捉えるための空間認識能力を鍛える練習です。次は床にボールを置いてボールを強く叩き、立ち上がれるぐらいまでの高さまで連続でボールをバウンドさせていきます。この練習はスパイクやサーブでボールに一瞬で大きな力を伝える感覚を覚えるための練習です。繰り返し練習を行うことでボールの大きさや重さ、ボールの重心などを自然に覚えることができるので、ぜひ練習に取り入れてみてください。こんにちは、 S&D です。今日のテーマは3種類のステップでレシーブをやってみようです。レシーブの基本などは再生リストのレシーブからぜひご覧ください。パスや強打レシーブ、サーブレシーブでよく使う3つのステップ、1つ目がサイドステップ、2つ目が送り足、3
3つ目が膝で滑る。今日の練習でこの3つのステップを覚えてレシーブの時に活かしていきましょう。はじめは簡単なボールを出してもらって足の動きがスムーズにできるまで繰り返し練習を行っていきましょう。1つ目の練習はサイドステップです。今のような動きを使って練習を行っていきます。サイドステップの注意点はまず体が浮いたり沈んだりしないようにすることと後ろ重心でステップしないということです。必ず前重心でステップをする。また目線が大きく上下すると距離感がわからなくなるので目線の位置を一定にするために膝が伸びたり腰が伸びたりしないように一定の位置でサイドステップをしていきましょう。一つ目は3メートルぐらいの幅で端に来たらボールを投げてもらってパスをします。来たらパス、サイドステップをしてパス、これを左右繰り返していきます。2つ目の練習はコーンなどを置いてそこを8の字でサイドステップをしながらレシーブをしていきます。真ん中に来た時にレシーブ、サイドステップで真ん中に来たレシーブ、下がって回ってレシーブ、これを繰り返していきましょう。送り足です。送り足というのはボールを上げた後このまま歩くのではなくこの足のままステップをすることを送り足と言います。この足を覚える練習を行っていきましょう。送り足の注意点はこれも体が上下しないことを意識していきましょう。なるべく腰の位置を一定に置いて目線が大きく上下しないように意識をしていきましょう。一つ目は肩幅ぐらいの幅を目印にしてそこをなぞるように送り足をしていきます。左足前右足前両方行っていきましょう。2つ目はそれを実際にパスをした後に使っていきます。はじめは優しいボールを出してもらってパスをして送り足を使っていきましょう。
つ目は膝で滑るです。このように縦膝をついたような状態で滑ってレシーブをしていきます。このレシーブは自分が思っているよりも短いボール、例えばフェイントやショートサーブなどが来た時に、この位置だと取れないものが膝で滑ると前のボールが取れるという時に使います。膝滑りの注意点は、これはすごく気をつけてほしいのですが、構える位置が高くて下のボールを取りに行くと、かかとがお尻にドンと刺さってしまって皮膚が裂けてしまった人を実際私は知っています。なのでこのように上からズンと下に降りないように、あくまでもある程度低い位置から低い姿勢から低いところに行くことを必ず練習で覚えてください。この膝滑りに関しては何回も練習しても身につかないという場合は、ローリングレシーブやフライングレシーブなどもあるので、無理をしてやらなくても大丈夫です。一つ目は縦膝のまま歩いていきます。両足できれば理想ですが、私は右足しか使ったことがないので右足で礼を行っていきます。できる方は右足左足両方行っていきましょう。2つ目は構えた状態から膝で滑って立つ練習を行っていきます。3つ目は実際に球を出してもらって膝滑りでボールをレシーブしていきましょう。いろいろなステップを身につけることで、難しいボールだったり今までいけなかったボールがいけるようになると思うので、ぜひ練習に取り入れてみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。